若い人たちへ、お笑い芸人になるな。え今努力してることってお笑いをたくさん見るそんなの芸人になんなくてもできんじゃないの。エントリーライブで毎回3000円払って、10本出たら3万円だよ。来年には売れる、来年には売れるって言ってたけど、 売れてな,い,じゃない,のよいつ売れるのよあなた親だっていつまでも応援しているわけじゃないでしょだったら最初から芸人にならなくてもいいじゃない今は TikTok とか YouTube の方が効率よく稼げるし就職しながら自分の隙間時間でやれるんだ 今努力してることって本をたくさん読むそれお笑い芸人じゃなくてもできんじゃん。今や m 1グランプリを東京で戦うってものすごい難しいんだよ。一回戦突破するのだって何年もかかってる芸人さんもいるんだから。m 1だってアマチュアで出てるコンビやっているんでしょじゃあ芸人 必要ないじゃないの大号泣しながら生配信してたんだよねそこまで芸人にしがみつく必要ってあんのかなライブでめちゃくちゃ受けても仕事が来るってイコールにはならないんだからね事務所所属するって言っても今上がいっぱいいるからなかなか所属するのも大変だよキングオブコント決勝出ても なかなかテレビには出れないよねじゃあ最初から芸人になるって考えやめた方がいいんじゃない大号泣して生配信したらスパチャもらえなかったんだよねだったら芸人になる必要ないよねテレビに出るなっていっぱいオーディション受けなきゃ出れないんだよ今月の収入ゼロ円なんでしょ やってるのよ単独ライブ1つやるんだって20人から40人は呼ばなくちゃいけないんだから YouTuber ーーのヒカキンさんめっちゃくちゃすごいことになってるわねじゃあ芸人になるより YouTuber になった方がいいじゃないの闇営業もいけないのいつギャラを稼げばいいんだよ,若者よ